福知山鉄道館ポッポランドは、京都府福知山市内にある鉄道保存展示施設である。かつて北丹鉄道で使用されていた品々を展示するために、地元の新町商店街事業共同組合により1998年に設立された。2018年4月から建物の耐震性や資金面の問題により、1号館が休館中である。 1998年に JR の OB や商店街の有志などにより、福知山鉄道館ポッポランドとして発足した。ポッポランドが使用する建物は、1933年春光で三つまる百貨店として建てられたものである。戦後、京都銀行となるが、その後、リサイクルセンターなどを経て、現在のポッポランドとなった。 2014年から JR 西日本 OB らが組織する委員会が運営を担ってきた。建物の耐震性の問題から移転先を検討してきたが、移転先が見つからないとして、2018年3月末での1号館休館の方針となった。福知山市が設置した検討委員会は、広大な保存場所を確保できないという理由で、福知山市内6カ所に分散して、 鉄道資料を展示、保存する方針を固めていた。しかし、個人の特殊化から2億円の寄付金が寄せられ、その条件として一箇所で保存展示することを求められたことから再検討する方針となった。福知山市が市政60周年を記念して1997年に制作した当時の福知山駅線路配置を忠実に再現した。 N ゲージ鉄道模型が展示されている。福知山駅の高架化工事に伴い、現在の線路配置とは異なっており、地上時代の福知山駅を模型で保存したものとなっている。2号館に保存されている C58 景館内には C57 型93号機の第3動輪が展示されている。1957年から1970年まで、 福知山機関区に配属されていた蒸気機関車で1973年に廃車された後、あと、育野町立育野小学校に生態保存されていた。この車両が1998年8月に解体されることになり、ポッポランドの開館と重なったため同輪のみを西日本旅客鉄道から寄贈を受けて館内に展示することになった。 これとは別に本館から少し離れた場所に、福知山鉄道館ポッポランド2号館という建物があり、そこに C58K56 号機が一両そのまま生体保存されている。1961年2月26日に、福知山機関区に転属し、1970年3月25日廃車となるまで福知山で使用されていた。この間、 1968年10月には、福井国体でのお召し列車検員をしている。廃車後、北丹鉄道の福知山西駅跡の公園で、生態保存されていたが、1999年9月25日に、ポッポランド2号館に移転収蔵された。1号館は休館中、2号館のみ公開中。ありがとうございます。